始まってしまった。ついに。イッシー！はい。あ、そう。スマブラ、サンタチャンネルバトルしようぜ。これは大切だぞ。あれ、ちょっとこれもしかしてゲームモードになってないとかある？いや、なんか画面が広いからかな。それも多分しなきゃいけないけど、一旦。まあ、ヒッシーをボコボコにして。いや、一旦って言われてもこれは、まあまあまあね。つかみを、こう、はい、どうぞ。あ、じゃあいいですか、横失礼します。で、カンタやってんだなっていう後に、ビップに挑む。なるほど、なるほど。あ、まだヒッシーにもかなわんのかってなるか。そうそうそう。あ、レベル高くやってんななのか。なんすか、お尻って。あ、青鬼みたいな。お尻で十分だと思ってるから。まあ、ヒッシー食べてますね。うわぁ、緊張すんな。これ大事よ。頑張ってくださーい。どうする？一発勝負、二勝にする？二勝にしましょう。いつも通り。はい。よし。よし。お願いします。お願いします。でかい画面広いっすね。そうだよ。ちょっと遅く感じるな。おい。まだまだね。俺性格悪い俺で行くからな。ちなみに。あれ？何？やめないです。コントローラーちょっと調子悪いな。え、多分なんかちょっと遅くなってるよね。遅く感じます、すごい。まあまあそれぐらい慣れてもらう。なんかゲームモードみたいなのがあるじゃん、そういうのって。なるほどなるほど。確かになんかぬるっとしてる。だいぶぬるっとしてる。オッケー、えい、うわーい。やばい！よしよしよし。やばい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 。嘘嘘。よし。いいよいいよ。一発あるよ。どうせそれだろ？お前。いつものやつだろ？いやー。やばい！危ねえ。よし。た。まだまだまだ。やばい。朝なんだね。やっぱさ。上でやってる時よりさ、やっぱ言葉数減るよね。ガチガチだよね、なんか。カメラあるとこんなに変わるの。カメラでやってるからな。いい勝負。全然全然。次落とした方が負けということですよね。大丈夫かい、そんなんで。全然5秒。いや、全然5秒ある。おれ！いやー、クッパ一発あるよ。やばない！危ない！非常に危ない！非常に危ない。残る。ここ大事。あ、うまい。危ねえ。あ、あ、待って待って。あ、嘘嘘嘘嘘嘘嘘。どうかしました。いや、かっこつけやがした。 V！ やば、危ない。いや、まあまあでも2勝なんすよ、これ。いや、ちょっと本気でやります、すいません。あ、本気じゃなかったんや。うん、すごい死ぬほどお腹痛かった、実は。治った？治った今。頑張るぞ。はい。おいおいもうね、ここ視聴者さんにどう思われようといいからな、勝てれば。ここめっちゃ響くな。立体音響みたいになってる。ダイナミックでしょ、モードが。よーし、はい、へい。これ大事よな。でも俺はメテオは狙わない、もう無駄には。危ねえ。危ない。一旦引いて。よーし、落ち着いて。ここ着地狩り、着地狩り。おい、着地狩り何かあんま分かってないけど言ってるわ。一応もうかっこいいから。ここフィッシュ、ウィーウィー。やばい、フィッシュ差が出てるぞ。やばい、ウィー、やばい、おい。いつものプレイじゃないっす、ちょっと僕。いつものプレイだよ、それが。よーし、いつものプレイ出たな。どっちや、いつものプレイ出たな。全然余裕なのよ、全然余裕なのよ、もう。はい。えい。
1-1っすよね、1-1 1-1ですよ、脳汁が出てるわ勝つとですよね、うん、この次が今一番多分やばいよ、今までの俺らの努力が全てここに出てると思った方がいいから、ね、俺はもうここでかますと思ってるよ僕もそのつもりです。あれやばい、ほら、石井、石井、怖っ、絶対に大丈夫、絶対に大丈夫な感じがするぞ、落ち着け、落ち着こう、はいはい、絶対に大丈夫だぞ、落ち着いて絶対に大丈夫、おい、もう新しい技もやってやったぞ、ゆい、落ち着こう、危な、全然メテオできないんだよな、メテオね、下に叩きつけて、あ、そうそうそう、かっこいいやつ一番かっこいいやつ、バナナを用意して、これをが当たったら君は終わりだよ、ほら、おいまだまだまだ、これでフィッシーがやられすぎてて動画に収益がつかなくてもいいぜ、どんだけやる気よし、ここなんでお尻にこんなにやらなきゃいけないの、お尻だからな、さすがに、うわ、ナイス、まずい、よしよしよし、危ないよ、やばいよ、ちょっと待って、落ち着け落ち着け、ちゃんと勝ちたい、ちゃんと勝ちたいので、もうメテオは狙いに行きません、本当に勝ちたいんでバナナ危ない、バナナ危ない、来たか、まだか、あと一発、あと一発だ、必死、君は、バナナ危ない、あー、解除しちゃった、いや、ちょっとマジで違います、本当に上でもう一回やりましょうちょっと今日はね、VIP に向けて僕頑張る、めっちゃ嫌だこれ、俺は上に行くわ、めっちゃ嫌な、前座にされた必死が、嬉しい、絶対違うんだけどな、絶対違うってなんて、一星もやるでしょ、いや、それはいいって、一星さん頼みます、頑張るぞ、ちょっと敵になってる、いやでも俺らマジでスマブラやりすぎてるよね、やりすぎてる、はい、全員ん、あ、ごめん、俺お尻でなんか、お尻やん、お尻の人やん、もうあ、ちょっと確かにラグ感じるな、あるよね、絶対、はい、まあ後でやるか、はい、それがあったら変わってたな、絶対、いや、こっちの方が俺一戦勝てるかもしれない、やばい、ちょっとこっちは慣れてるから、いや、俺本当に今日もういいわ、今まで一戦ボコボコにされ続けてるけど、ここで勝って、もう今後の人間関係どうなってもいい、えぇ、ー、怖っ、しかも一星これね、はい、3番目のね、キャラクター育ってきましたね、サブキャラも、3番目のキャラに勝てるのか、カンスさんは、おー、ラグいな、よしよしよしやべぇラグ勝ちだ、やべえよしやばい、カンスさんのフォームってことですよね、いや、まあそうだね、そうなるね、オッケー、よーしよーしって言ってるなもう合わせに来たと、合わせてきた、やばい、あらーす、あおろ、めっちゃめっちゃおろ、今の一番違うわ、バナナ取った、これでかい、ヒリ、うわ、ナイス、おぉ、メテオやられた、あるぞあるぞ、それなんだよな、うわ、それもガードする、取った、俺のバナナやめろ、バナナありがとうございます、よーし、よしよし、上手だな、ジャンプがうめえ、マジで上手っすね、ほんとに全然カンさんの攻撃当たんない、いて、うわー、当たってきた、やばい、頑張れ頑張れ、いって、頑張れ頑張れ、あるぞあるぞあるぞ、うわー、待って、なんで毎回これなん、でかい、毎回、まあまあこんぐらいにしとこう、まあ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 、おしおし、集中力が出た、今日は後輩コンビの勝ちですね、おしおし、なんだなんだ、いや、僕らの勝ちです、今日はそうやって思ってるればいいよ、俺はもう映像モード、映像モードのゲーム、
あるわ。お、こんな変わった。全然違います。変わった気がする、マジで。これはもう勝ちだわ。これ、ディギーどんぐらいまでいってんの？じゃあちょっと、ようやく本番なんですけども。ディディ行くない。ディディの世界戦トルック199万3197なんですよ。これ何かって言いますと、スマブラっていうので VIP っていうランクがあるんですけど、まあ要はめちゃめちゃあなたは強いですよ。何パーなんだっけ？上位3から5パーって言われてます。そうなんですね。スマブラをやってる世界中の人の中の3パーから5パー以内に入るっていうのを目標にして頑張ってまして、 YouTuber でも入ってる人は結構多数いるんですよね。 YouTuber ならしっかりスマブラをやりたいな、まあもちろんね楽しくやってるんですけども、まだ199万で、今現在多分 VIP って900万とかもっと上がってんの？1050万すんな。今やばいしです。一勝するごとに1万ぐらいずつ多分増えるんですよ。もうそんなも増えないかな、この段階だと。で、徐々に上に行くと強い相手と戦ってるっていうのもあるんで、より順位が伸びていくと。今日は久々にピッシーとかイセイとか編集チームのみんなとかとやって力をつけたんで、どこまで上げれるのかやっていこうと思います。第1回。いや、一戦目大事っすよ、マジで。いや、大事だよな。お願いします。ピッシーはやってんの？やってないです。でもカンツさんよりはいけるんじゃないか。おー、仲良いな。なんだ仲良い。なんで毎回戦ってくるんだ。あー、動きはいいです。初期の頃に比べたらだいぶ上達したよね、多分。おーし、すごいあったよ、お尻。カンタですね、お尻じゃなくて。アカウントの設定名になっちゃうんだ。なるほど。あ、勝てるぞ。しっかり相手の技を見て、なんか銃撃つの強いな、あいつ。やばい。やばい。やばい。あれやばい。やばい。やばい。あれやばい。本当にちょっと待って。あ、ない。ちょっと待って。減ってる減ってる減ってる。あ、嬉しそう。なんでやねん。マジか。あ、ツバンもう一回。やべ。ツバンと連戦。カモだと思われてます。カンツさんマジでやばい。いや、でも大丈夫です。強い球のやつさえ良ければ、ただの丸いヘルメットなんで。ヘルメットは丸いか。ヘルメットは丸い。はい。で、試させない。あ、試させない、大事。チャンス！丸い！で、どうせ打ってくんだろ？オッケー、見えてるよ。避けれるとは言ってない。見えてるよ。やることは分かってんだから、そんな。うわ、そこで溜めてきたなぁ。オッケー。おぉ、いい。勝つぞー。おい、おい、つぶあん。ナイス。オッケー、オッケー。さっきの試合と全然違うからな、もう。わーお、ミスターやばい、バカバカ。それを当たったらダメだっていう気持ちして。おお、やばいやばい。待って待って、残る。待って。あー、あー、危ない。うわー、あれなんでやられんねん。弱っ。勝てそうやったのに。惜しかった。俺の何メンタリティが弱いのかな。外飛んでって落ちちゃった後からちょっとおかしくなる。おかしくなってたよな。冷静さを取り戻したら勝てますって。あ、もうこの人はもう絶対。あ、俺のホームグラウンド。おっしゃ、チャンス。オッケー。怖くなってる。でもおっしゃ、相手も結構ビビってんぞ。オッケー。あ、ありますよ、全然ある。オッケー、来た。おし、おし、いなくなれ、いなくなれ。もう立つ。まずい。危なー。おっし、来た。よし。あ、残る。まずい。もういいって。帰ってくんなよ。よし。オンライン初勝利。よし。どんぐらい上がるかだよな。さっき190いくつとかでした？9万1000とかあったか。おお、2000くらいしかない。な、まずいな。300万ぐらいまでが、やばいんだよね。ことなんだ。上に行けば行くほど、下に行けば行くほど、なかなか数字が変動しないとね。詰まってるんで。あ、上がんないんだ、やっぱり。上がんないっす。よーし、キングクルール。昔使ったやつ。オッケー。ナイス！オッケー。どうせジャンプするだろう。呼んでる、呼んでる。オッケー。おお、はい、行きます。シャチャンス！オッケー。ちゃんとバナナを、見てしっかり当てることが大切ですね。オッケー。おお、うん、上手。もう一発。いや、もうメテオ行くの怖いわ。お、うん、よしよしよし
相手ミスってんな。いや初心者だな相手。すぐ舐める相手を。相手初心者だな。ああ強っ。強っ。俺の方が3手先まで読んでるから。うえ。うん、うまい。おお読んでる。読んでるよ。チャンス。オッケー、バナナ投げい。ここでしっかり勝つ。これ次をつける。オッケー。飛んでいかない。まずい。大丈夫。でも動きは見えてるから。やったー。オッケー。ありがとうございます。いいですね。2連勝。199万6000まで来てるんで。さっき3000だったから3000。もう200万台はいきそうだね。遠く、あ、ガノンとかは結構もう外でバナナ当てたらしんどいっす。そういうことだよね。はい。お、ガノンドロフ。タカヒロね。タカヒロ。あ、このガノン、ハリボテだ。久しぶりに見たハリボテ。このガノン、そう、ハリボテだ。未来なんやけど、ハリボテ。あ、大丈夫。おー、ナイスーン。オンラインで多いって言いますからね、ガノン。小学5年生がやってる、絶対。マジでマジでマジでもう動きが見えるんだもん。俺ちっちゃい頃のゴールデンウィーク初めて買ってもらった子供だってこれ。おやすみ。いや申し訳ない、ありがとうございます。ランクを上げさせてもらいます。高弘君、気がつけてる小学生だ。絶対小学生だもん。強くなれよ高弘。小学生期間、小学生期間ってにはね一切手抜かないって言ってなかった。格好悪いな。おお、ありがとうございます。いや、上手やな。そうよ、もう小学生相手にはね、ポーズやる。ガノンのね、動きでも分かるから、あ、小学生だなって。いや、でもな、ちっちゃい頃腹だったもんな。大人のくせにムキになってこんなやってくんじゃねえよって思ってたもんな。200万ぐらいまでは行きたいな、今日。あと、2勝ぐらいで。2勝ぐらいか。だいぶ下の方からやってるよね。なんなら負けた形跡ある人のスタートだもんね。カズヤじゃ。これ、俺こいつ嫌いなんだよな。でも一斉のカズヤ散々やってるから買ってほしいっす。一世のためにもこいつに負けるわけにいかない。一世だってカズヤでリップ直前ですからね。そう、いやマジですごいよね。980ぐらいです。リディを知らないぞ。あんま分かってないな、バナナのこと。リディを知らないうちに叩くぞ。ナイス。待って、小学生カズヤじゃないこれ。中学生ぐらいか。中学生っぽいなこれ。中2だなこれ。 OK。おお、中1です、これ。中2じゃないわ。いや、本当に大丈夫なんですか。あー、ちょっと油断してますわ。いや、動きがね、読めるのよ。やっぱ、やばい。そんなさ、県内でや。あー、メテオ。ちょっと中3かもしれない。一発。何だっけ。うわー、止まった。ちょっと待って。いや、今のはもうひどいわ。いやー、何今の。あ、煽ってきた。あ、挨拶かな。同じ相手とやってやるぜ。お前も俺と戦いたいんだろ、もう一度。分かってるぜ。あいつ逃げ上がったな、うん、連戦の時はね、もう1、2が入ってるんですよね、すでに。そう、なんか俺の弱さが出てるな、結局。こいつ、やばいな。ゆうか、お、よろしく。ふわふわしてる。しっかり見て、なんなら喋らなくてもいい、勝てば。これ多分詰めて次行く。これを OK。 うわすげえ。でバナナ、あんま OK。 ナイスー。軽いやついいな、やっぱり。これ強くなろうとしてる俺だ。昔の俺だ。YouTube で技とか検索し始めた時のキャラ選びだ。しかもネスは嫌だってことなんだな、なんか。ああ確かに、尖った選択ってことですか。尖ったけど、まだそのものすごい、その尖れるだけの実力はない。リディは尖った結果なんですか。ああそう。それをね、俺ねポケカとかでもやっちゃってね、結局辛くなってくる節はあるんだよ。おっしゃ、オッケー。よかったよかったよかった。しっかりやれば勝てるから。だからもうスポーツなんだよね、スマブラって。おお、マリオ。マリオ使うやつ怖いんだよな、強い。
もう、尖りなしで言ってるってことでしょ。逆尖りみたいなことでしょ。なすか逆尖り。だってマリオを選ぶっていうさ、選択怖くない？これどういう人だろう。これ昔スマブラやってた、うまかった人なんだ。高校の時にそこそこうまいとされてて、ちょっとゴールデンウィークやってみるかっつって久々にやってるから、昔いたキャラと同じマリオを選択してる。おー、フレンド登録で聞いてみましょう。当たってるか。プレイでわかるかクイズね。しっかりミスらなければ、技が当たってるから、こういうのさえなければ、こういうのさえなければ勝てると。返した。うまい、危ない。しっかりやってる人の動きだもんな、やっぱ。おお。でもちょっとやっぱ漏れるんだよ。オッケー。うまい。今の上手。200万見えますよ、これ勝ったら。200万見える。これ勝ったら200万の実力だもん、だって。いや、うまいぞ、うまいぞ、相手が。オッケー。オッケー。オッケー。いや、おお、かっけえ。オッケー。いいよ、ボブ。いや、いい勝負。バナナ当てましょう。やばい。ナイス。よーし。あぶねえ。久々にあれやったわ。地面にぶつけるやつ。いやーよかった。よかった。わあ、しかし、あとちょい。いや、今のやばかったな、緊張感。ゲームでこの感覚なんないもんね。スマブラってやっぱ魔のゲームだよな。いい流れで終わろう。ガノンだ。よし。これ何年生かな。あ、これはちょっと申し訳なさあるな。大人の世界知らないわ、まだ。大丈夫だ。よう、200万確定してるわ、今。うわ。強いやん。え、ちょっと待って。繋がってるって。あんなマリオと熱戦繰り広げたのにさ。ああ強そう。あ、でも、えげつないことはしてこない。まだ、ちょっと、慣れてない感じ。それか小学生か。マイクラ好き小学生か。うまい。おぉ、オッケー。確かに。一緒にヒカキンさんのマイクラ見て、前の、なんだっけ、とんでもないことが起きた配信がヒカキンさんであったの、あれ見て、俺と一緒に泣いてたやつなんだ。戦友だ、戦友。あれ怖かったもんな。面白いよね、このキャラごとにさ、全然違うしさ。ナイス。おい、ここはありがとうございます。ヒカキンさんのおかげです。ヒカキンさんがマイクラをしてくださったおかげで、スマブラでマイクラのキャラを選択してくれる小学生が来ました。あ、あー、おお、あれだっす。あ、大丈夫か。もう一回今押しちゃった。おお、いや俺もうなんかさすがカンタさん、間違えて押しちゃったんだって。いや、なんであっちも OK した。いや、でも俺手抜かんからな、申し訳ないけど。ちょっと戦法変えてきてるな。確かに。お兄ちゃんが出てくるかもしれないですね。お兄ちゃん、隣にいたお兄ちゃんが貸せって言って、俺の弟に何してんだよって。そうです、めっちゃいい兄弟だ。いや、だいぶ動き違うぞ。ちょっとお兄ちゃん出てきてんな。バナナ当たんないもんな、さっき。 OK、 丁寧に勝つ。はい、よし。お兄ちゃん頭に血上ってるわ、怒りすぎて。すいませんでした。耐えろーって思ったもんな、今。こんなもんにしましょう、今日は。まあ、200万に1回到達したということで、ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。あと、スマブラ詳しい方はちょっとプレイを解説していただけると。あんまりね、強めに言われると傷ついてしまうんで、こうしたらいいよとかがありましたら、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。それでは、さよなら。